2023年1月2日にウクライナ最高議会のオレクシー・ゴンチャレンコ議員が、通信アプリのテレグラムに、ヘルソン市の南西にあるドニプロ川下流のボリショイ・ポチョムキンスキー島に、ウクライナ軍兵士が上陸して解放したとして、同島においてウクライナ国旗を掲げる兵士が撮影された動画を投稿して公開したよ。ウクライナ軍がどんどん優位性を得てきているね。このボリショイ・ポチョムキンスキー島はドニプロ川の下流域にある面積約21平方キロメートルの広大な中州で、2022年12月8日にウクライナのオレクシー・アレストビッチ大統領顧問によって、ドニプロ川の河口を支配するためボリショイ・ポチョムキンスキー島にロシア軍が兵士を送り込んだとする報告が挙げられていたな。またウクライナ軍参謀本部では12月5日にボリショイ・ポチョムキンスキー島の住民がロシア軍によって、ドニプロ川東岸のロシア軍占領地域に強制的に避難させられて連れ去られたと発表していたが、その後ロシア軍が駐留していたかは情報が伝わっていないぜ。さて今回は、そんなウクライナ軍が南部ヘルソン州でドニプロ川下流の島を確保したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドニプロ川東岸のロシア軍は川岸から後方に後退しているとの情報があることから、12月にボリショイ・ポチョムキンスキー島に渡った部隊がそのまま駐留していたとは考えにくく、同島はしばらく放置されたままであったと見られ、インターネット上などで今回のウクライナ軍による奪還は無人の同島に兵士が上陸しただけではないかとの指摘が出ていたが、その指摘通りにウクライナ軍がボリショイ・ポチョムキンスキー島の解放を論じるのは時期尚早と発表して、ゴンチャレンコ議員の投稿が勇み足であったことが伝えられているよ。ウクライナではヘルソン州などの南部戦線においては、ここ数ヶ月はウクライナ軍、ロシア軍ともに動向を伝える情報がない中で、東部ドンバス地方の激戦の様子だけが伝わっていたよね。1月1日にウクライナ軍参謀本部が東部ドンバス地方のドネツク州マキーウカの、ロシア軍兵舎を高機動ロケット砲システムハイマースを使用して、実施されたと見られる砲撃で6発のロケット弾のうち4発を命中させて、500人以上の死傷者を出したと発表して、ウクライナ国民へのお年玉のような大きな戦果が発表されていたが、3日にはそれに続くかのように南部ヘルソン州においてドニプロ川東岸にあるチュラキウカのロシア軍拠点に対して、やはりハイマースと見られる攻撃が実施され、マキーウカと同様に500人以上のロシア兵が死傷したことが発表されたんだ。この攻撃が事実とすれば、西岸のウクライナ軍砲兵部隊による精密誘導砲撃の結果だと見られるが、これもまた一度の攻撃で約500人の死傷者という、大きな人的被害を立て続けに受けたロシア軍の上層部とプーチン大統領は、さぞかし頭を抱えていることであろうと推測する声が上がっているぜ。ロシア国防省ではマキーウカでの攻撃については事実と認めているが、1月4日に最新の見解を発表していてそれによると、ウクライナ軍の砲撃は1月1日午前0時1分に高機動ロケット砲システムハイマースによって実施され、ドネツク州マキーウカにロシア軍が設営した臨時の兵舎が攻撃を受けたもので、ロシア軍は6発飛来したロケット弾のうち2発を破壊したものの4発が命中したとして、当初2日の発表では63人としていた死者が増えたのは、瓦礫の中を捜索したところ死者が発見されたためとし、死者には駐留していた部隊の副司令官も含まれているとしているね。兵舎と攻撃された原因について、ロシア国防省はウクライナ軍の射程圏内にあるにもかかわらず、多くの動員兵たちが軍の規則で禁止されている使用の携帯電話を集中的に使ったことで、ウクライナ軍に傍受され位置を策定されたことにあったとしており、ウクライナ軍の射程圏内に不用意に兵を集めて攻撃にさらしたとする国防省や軍上層部への批判を、兵士が軍の規則を守らなかったためとして責任をすりつけてかわそうとする意図があるとの指摘があるみたい。西側のインターネット上では、このロシア国防省の発表に関して、いずれにしても現地のロシア軍司令部の責任は免れないとする声が多く上がっているみたいだね。ロシア軍によって占領されている地域には、親ロシア派住民ばかりではなく反ロシアの住民も混在していて、
ロシア軍の動向は逐一ウクライナ軍に筒抜けであるとされ、それらパルチザンとの連絡を取るために特殊部隊なども潜入しており、そのような場所で数百人の兵士を無防備に生活させていることがそもそも大問題と指摘されているらしいね。仮に兵士たちの使用携帯の電波が傍受されたことが原因であったとしても、指揮官が傍受の可能性を伝えておくべきであり、それ以前に使用の通信を規則で禁止しているのであれば所持品検査を実施して没収しておくのが当然だと思うけど、さらに、多数の兵士を就寝させている建物のすぐ隣が弾薬庫だったために被害が増大したとの情報もあり、そのような配置で兵士を休ませるなどありえないよな。ヘルソン州チュラキウカへの砲撃について、ロシア側からはまだコメントが発せられていないが、ウクライナ参謀本部の発表を見る限りでは、やはり多数の兵士を休ませていた兵舎を狙った可能性が高いぜ。ロシア軍では2022年9月に発令された部分的動員令で招集された30万人とも言われる予備役と、通常の徴兵によって徴集された兵士などが一通りの訓練を終え、ウクライナの最前線に配属され始めたことが伝えられていて、ウクライナ側でもザルジニー総司令官などが早ければ2023年1月にも攻勢に出る可能性を指摘していたよね。最前線のほとんどの占領地では、侵略前にロシア軍自身が市街地を破壊していることが多く、それら前線に配属された兵士たちを休ませるための宿舎となる建物が少ないとされているよ。防寒具など満足な装備が与えられていない多数の動員兵らを野宿させることできないために、破壊されていない大型施設などを兵舎として割り当てるより他ないことから、占領地の各所において薪床やユラキ床のように数百人が生活する兵舎がまだまだあるものとみられ、ウクライナ軍はその兵舎をすでにほとんど把握しており一つずつ潰していくとして、南部戦線のウクライナ軍報道官がウクライナ国内のテレビ局の取材に対して、さらに同様の攻撃が実施されると答えているんだ。ロシア軍がそれに気づいたとして、慌てて兵舎を移そうにも自分たちが破壊した街には適当な建物が少なく、兵士たちは寒さの中での野営を強要されることになり、過酷な戦場に慣れていない動員兵たちは氷点下の地面に寝起きし極悪な衛生環境下に置かれることで、凍傷やインフルエンザや新型コロナなどの感染症に悩まされ、戦闘どころではなくなり戦意も士気も皆無となるぜ。これではもはや軍隊とは呼べず、ウクライナ軍が攻勢をかければ一目散に敗走することは間違いなく、哀れな動員兵たちは後方で監視している特戦部隊によって、ウクライナ軍に投降しようとして射殺されるか、敗走あるいは脱走しようとして射殺されるか、諦めてウクライナ軍に突撃して見事な戦死を遂げるか、あるいはそのまま動かずにいて凍死か病死するかの選択肢しか残されていないよな。一部の軍事評論家や親ロシア派のインターネット住民たちは、兵力を補充したロシア軍が攻勢に転じて一気に戦況を挽回するとしているが、このままウクライナ軍による長射程の精密誘導兵器によって兵舎や弾薬庫などの拠点を潰され続けることで、攻勢に出るどころかウクライナ軍のさらなる反攻を受けた場合に、雪崩を打って総崩れとなる可能性の方が高くなりつつあるとの見方が広がりつつあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。